なんかさ、朝のショールーム終わった後ツイートできなくてさ、ショールームで予約入れ直した。もうできるかな、さすがに。行けた？あ、行きました。そう、ツイッターの障害に巻き込まれちゃって、できなくて、うわ、待って、今？ってすごい思った。タイミングが悪い 今はやめとくれよって感じでしたね。こんにちは。そうだからね、ごめんね、スケジュールも遅れなくて全然。浅草行ってきた？何やったの？そう、なんかもう行く前に何回もさ、投稿しようとチャレンジしたけどダメだった。そう、なんかスマホ2台でツイッター開いちゃったからかなと思って、いろいろ試したけどダメだった。そしたらみんなそうだった で、予約ツイートができなくて、私の終わったってなった 3連ちゃんバラありがとうございます。12さんバラありがとうございます。ヘルプーさんペンライトありがとうございます。星集めてきます、ありがとうございます。ちょうどのんちゃんがツイートできなくなる8時に過ぎ去ってよ。あ、8時過ぎに治ったよ。何？なんか狙われてる私。狙われてます。食べて飲んだ。あと鍋買った。おっきめの。ねるぷーさん、紅茶ありがとうございます。朝ちゃんと起きたのに来れなくてごめんね。大丈夫だよ。大丈夫。そう。いろいろあるから。ブラウザからじゃないと予約ツイートできないんだよね。なんかブラウザからって言うから試したけど、多分うまく入れてないんだろうね。できなかった。無人岩さん、星バラありがとうございます。ふうかさんもバラありがとうございます。ひわわさんバラありがとうございます。これから波動してくる、いってらっしゃい。サルマルの台風さん、なんだ 初見ありがとうございます。なんでそんな2時間も怒られてんの 金髪似合いす、金髪、いや私でも染めるとしたら暗めの茶色かミルクティーベージュがいい そう、金髪はあんま考えてなかった。太夫、あれ私なんか言った？今回は何時までだ？こんにちは。スケジュールを出せていないんだ。少々お待ちください。スマホが2台って便利だね。50分まで2回目はやります。で、次が18時10分。ちょっと今投稿します。OK、できた。これも2台ない、不安できていけないわけではないけど、そうですね まああったら便利だよね。
スマホ2台あると配信中にドボンできるの？いや、わかんない、できんのかな。あ、できるわ、多分できる。ちょっとでもこれスマホが重いよ。あ、ダメだ、できない。他の端末にデータ引き継ぎ済みですって言っちゃう。できない、できなかった。お料理の写真来た。え、パソコンとスマホの2台持ちです。一応中学生だから15歳で21時までできなくはないけど、その言われたあれだと20時までだから中学生は。そう、だから無理なんですよ。ショールームはさりげなく食べ始めた、さりげなく食べ始めた。のんたさん、バラありがとうございます。柏木里奈さん、バラありがとうございます。今日も何かが輝いてるね。なんだろうな。ジワニーさん、紅茶ありがとうございます。ねえねえ。お腹すいちゃってさ。ステージは21時まで、ショールームは21時まで。うまい、だって。仕事で集めてる時間もなかったから集めてきた、ありがとうございます。ムラちゃん、バラありがとうございます。俺も見たら払ってきた、なんか食べよう。でもさ、私スマホも近づかなくてもこっちでさ見れなくなる、また固まっちゃうかな。やってみよう。コメントが見たいだけだから見れるのか、チャレンジ。あ、エラーが発生しました、出ちゃった。固まっちゃったらごめんなさい。あ、いける。あ、いけた、いけた。あ、いけちゃった。こうして私はスマホに近づかなくても見れるようになりました。グミぐらいしか見当たらない。グミでいいや。グミでいいや。キャモちゃん、だるまやっこありがとうございます。今日は何位まで行く？いや、1位まで行きたいよ、よく言えば。行きたいけど無理はしない程度にみんなでやっていけたらなって思ってます。明日そう、朝早いからさ、朝じゃない、嘘、夜にさ、あのあれ一件あるからさ、できないのよ。私が B4 になってしまったからできないんですよ。星投げに来たあのちゃん、頑張ってね、ありがとうございます。そう、私今日さよならモーリーさん出ます。久しぶりに出ます。コメは見えても俺らがドアップなんちゃ見られなくなっちゃうじゃん、顔の圧があって。そうさ、言われるから。とりあえずそうね、2位を目指しましょう。白い板子とホワイトボードはちょっとゲットできませんでした、時間がなかった。
そう、明日なんですよ。のんちゃんがおバカだから、そう、私がおバカなせいで明日できないんですよ、夕方に。一見しながら配信する、おバカの光景を見せながら。ごかんおいしいさん、バラありがとうございます。ホテちゃんの見どころはまた名前を書かないかどうかですね。サクさん、星ありがとうございます。うなぴさん、星ありがとうございます。ギフトは全部10個あれば投げてくださると 1.2 倍になるそうです。なので10個あって私に投げていいよっていう方がいらっしゃったら10個一気に投げてくださると嬉しいです。所長は優しいです。斉藤もげたさん、アイスありがとうございます。ね、コールのんちゃんかのぞみ、どっちになるんだろう。でものぞみって言いにくい。でものんちゃんとかだとホテちゃんとかもいるからさ、あれかな、分かんなくなっちゃうかな。サクさん、バラありがとうございます。白い壁さん、俺に書いてくれてもいいんだぜ。書かないよスマッターさん、バラありがとうございます。斉藤もげたさん、星ありがとうございます。選ばれし者ですね。選ばれたくないよ、こんなので選ばれたくないですよ。いや、ホテちゃん名前書いても私の1個上のだけだから、B4 の中で順位が変わるだけだよ。意見配信しながら配信したらそれはそれで美味しいかも。確かに、なんちゃん常識のアドバイスをしておくと、室内では靴を脱ぐんだよ。履いてない、靴下すら嫌だもん畑、超絶かわいい畑ってなんかやだやだ。分かんない、任せるよえ、だってどっちでもいいんだもんのぞみの方がいいかな。のんちゃん、のぞみ、のぞみの方がいいかな。テンパールくんさん、ハート100個ありがとうございます。いっそコールは超絶かわいいヘニョリーンまそれだったらもう誰もわかんない。でも私のヘニョリーンを知らない人からしたら何言ってんだってなっちゃう。うなぴさん、バラありがとうございます。 B4 の壁は熱い、なんかやめてよぬるぷーさん、ハート100個ありがとうございます。 B4 がここでもいじられる。ぬるぷーさん、ハート100個ありがとうございます。本当にひかるさん、バラありがとうございます。ジンヒョンギさん、バラありがとうございます。のぞみんに帰ってみる。いや、のぞみんは学校の友達ハンバーグもちょっと違うかな。そう、ヘニョリーン言うとさ、誰ってなるよね誰ですって、誰ですかってなっちゃう。ヘニョリーンは可愛いって認識でいいのかな。え、可愛くない可愛くないの、可愛くないのいま仕事あった、疲れた、お疲れ様。こんにちは、はい、じゅんです、こんにちは、はい、のぞみです、こんにちはいやね、バラありがとう。のんのん、超絶かわいい。え、それならのぞみーかのんちゃんの方がいいな。超絶食べたいハンバーグちょっと語呂が悪い。ヘニョリン、これです。ヘニョリン、ちょっと隠れちゃった。超絶かわいい大好き公式ニックネームに合わせるならのんちゃんだけどさ、フェスとかの時に自己紹介する時に私のんちゃんことを入れると長くなるから、竹山のぞみですっていうのが多いの。それを考えたらのぞみの方がいいのかな。どう思う？
これだけどちゃんと星2周してこれから3周バッチリだぜ。ありがとうございます。また来たよね、ありがとう。こんにちは、こんにちは。ぬるぷさんハートありがとうございます。やっぱのぞみの方が良くない？のんちゃん派。ね、畑はあんま好きじゃない。畑も学校の友達以外はあんま言わないし、あんま言われたくない。いや、ショールームの仕事した。まだまだまだだよ。ドルゾットさんかな。バラありがとうございます。シンさん星ありがとうございます。マートって竹山やだよ、もうわかんない。Bメロのコールはのんちゃん、のんちゃんしっくりくるかも。のんちゃん、リリさん星ありがとうございます。どうしよう、投票で決める？1がのぞみ、2がのんちゃん、3が畑、4がヘニュリ。3と4は多分ほぼないけど、私の中では。決定っていうか、一つの案として投票します。決定ではないけど一応してみる。1がのぞみ、2がのんちゃん、3が畑、4がへにょり。決定なわけではないです。イベ中に投票あかん、じゃあやめとこ。ね、なんでみんなそうやってふざけんの。まあね、1個の案ですので。もう4がダントツだったよ、やだな。なんか4めっちゃ良かったもん。決定じゃないって言ったじゃん。決定じゃなくてあれよ、一つの案として聞くって言っただけです。決定じゃないから。ね、ニックネームじゃなくても自分の本当の名前でもよくない？もうヘニョリンはヘニョリンが出た時にやってください。私じゃないから名前違う、もうヘニョリンだから私じゃないね。なそりゃ逆に人と被ったら怖いよね。なんですとってなる。ヘニョリン18期受かったの？落ちちゃった。17.5 期生だよ。らしいです。
どっちがヘニョリン？わかんない。お疲れ様です。ヘニョリンは一応性別はないつもりだったけど、ヘニョコがいるから男の子。ヘニョリン落ちたってことは18期生相当レベル高いんだな。そうですね、高いんですよ。わかんないけど、私も見てないから。そうなんですよ。じゃあ受からないって言われた。なんちゃんは女の子なの？夫誤爆した。何個いた？いつかヘニョコと両方ね、作れたらいいよね。面白い答えに期待だって。え、待って、マジ、ちょっと、あ、もういいのかな。ジュニさん、ペンライトありがとうございます。キリさん、バラありがとうございます。いや、芋虫はいない。何、芋虫チョコ。芋虫じゃなくて、なんかわかんない、いた。G ではない。ヤナさん、だるま100個ありがとうございます。そう、やっぱ虫いるからさ、来ちゃうのよ。そう、あのてんちゃんとかのさ、あの餌とかね、やっぱいるからさ、寄っちゃう。あの、私の部屋が別に特別汚いわけじゃないから、それではないと思うの。それが理由ではない、絶対。芋虫チョコ大量だったらちょっと泣くかもしれない。家に湧いてほしくない。画面上はいいけど。矢野さん、だるま100個ありがとうございます。芋虫祭りちょっと勘弁してほしい。つんちゃん、バラありがとうございます。吉之助さん、バラありがとうございます。だって。なんか声が。ね、なんか両方見てるからさ、読めてないんだったらごめんね。いや、なんか言ってたね。うわ。明日雪ってなんか言ってたね。金曜日雪降るよって聞いたわ、確かに。つんちゃん、星ありがとうございます。ね、ヘニョリンが浸透するまでは時間かかりそう。愛知のいちごさん、芋虫チョコ10個もありがとうございます。大量発生した。まみたちゃん、ハート100個ありがとう。仕事でやることが一旦退出するね。いってらっしゃい。ね、前もさ、私結局雪見れなかったし、今回はどうなんでしょうね。なんか前回私が出た時の EK の日も降るって言われてたけど、結局降らなかったし、
わかんないね。寒いのか。B4 押しますだって。ありがとうございます。おバカでも好きになってください。そんなに喜ばなくても。いやなんかその何？振り？振りをねちょっと回収してくれて。函館なら行き、そりゃ北海道だからね。え振りそう明日。B4 に似合う曲を考えよう。なんだろう。わかんない。そう、明日は B4 企画です。おバカ4人組企画。いやでも私ホテちゃんが名前書いてたら B4 の中で下から3番目、上から2番目なんですよ。ホテちゃんが名前さえ書いてればそうだから言うてそんなよくもない。チーム B4 いや私は名前書けます。あの時名前書かなきゃかなと思ってちゃんと書いた。よしふみさんハートありがとうございます。いやホテちゃん一番点数良かった理科で名前書かなかったんで、あれは痛かったそう一番点数良かったのにそれで名前書いてなくてね。B4 ってベビちゃん4の略の可能性はないの？ない。だって横浜のロケの時に言われたもん。B4 の略はわかる？みたいな。バカの B だよって。バカ4人組だよって。もうなんで企画を考えるんだっていう。のんちゃん自分の名前漢字で書ける？ぜひ劇場の掲示物を見てください。書けてます。ぜひ見てください。かけてます。ちゃんと書きます。そんなにはっきり言わなくても書けるもん。書けるもん名前はさすがに書ける。いや私結構早い段階で書けるようになってよ。小学校で畠山の畑って習わないんですよ。でもちゃんと小3の時には書けるようになってた。のんちゃんグループに入れたんだ。やったね。やったねじゃないのよ。ガケンさんいちごありがとうございます。白と田んぼだもんなって笑うけど、たまに白じゃなくて自分の字って書く人がいるから、そう簡単そうで意外となんか間違いやすいよ。白と田んぼの字じゃないです。マサイマユは芋のあれが書ければいける。マサちゃんに言われた。マサイで変換は一気に出ないから、マサって言って芋のってやって物を消すんだよって言われた。私アルファベット…だってさ英語のテストってアルファベットじゃない？頑張って覚えてました。花山は書かない。
自分は字だと思ってました。そういるんですよ、ちゃんといるんです。僕は意外となんともめんどくさい言わないであげて。で、愛ちゃんもあれ綺麗な星って打つよって言われた。そう？でも私逆にキーボードにその流れを覚えさせて、あの打ったらそのまさちゃんで言うと正しいでって打った後にいいものって出てくるように何回も打ったりしてたやってました。曜日を1週間英語で書けるって私中学1年生の休校明けのテストだった休校明けのテストだったけど確かにありそうだな。メンバーをフルネームで漢字で書けもありそう。私さ、ゆきねえの漢字のさ、あの湯の方私書いた記憶がないんだよね。ちょっと難しい記憶がある、わかんない、慣れてたらあれなのかな。そう、雪がね、そういろんなレパートリーがあるからさ、これだってなるけど。そう、白田山さんって覚えてください。私の名前書くときは白田山のぞみは希望に美しいですそう、望むの方になっちゃうんですよ、望みって打つと。意見も最初2回ぐらい望みのやつ漢字間違えてて、そう言って直してもらいました。え、何辞書登録って知らないチキンカツさん、芋虫チョコありがとうございます。ジョニーさん、紅茶ありがとうございます。中地さん、ハートありがとうございます。チキンカツさん、芋虫チョコありがとうございます。あ、そう、平田由紀の湯がちょっと難しい自分の中で。のんちゃんの名前書くの簡単やねって言うけど意外と間違えられるからね。意外と間違え、あの直筆で書くと白を字って書く人が出てきて、スマホだとのぞみの漢字を間違える人が出るそう、あの分からなくはないの、分からなくはないけどちょっと引っ掛けだよみたいな感じ中地さん、ハート100個ありがとうございます。そう、白田山さんって覚えてください。そう、ソララもザキ注意だね。みーちゃん、バラありがとうございます。チキンカツさん、ハートありがとうございます。だよね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 。なんか休校中にさ、なんかテストがあるので覚えてきてくださいみたいな、ギフトは私に10個投げていいよって方がいらっしゃったら一気に10個投げていただくと 1.2 倍になるので、ポイントが。よかったら10個連続で投げてくださると嬉しいです。そう、お願いします。のぞみはめちゃくちゃおるもんな。そう、めちゃくちゃいるんですよ。あの希望の木だけで終わるのぞみもあれば、そう、いろいろあるので難しいよね。え、だから私はそれをお母さんと話してた。絶対に私があのちゃんと漢字で書けるようになるまで、そう、今の総理大臣の名前を書けは出そうだよねって話はしてたそう、なんかこの前私名前は書けたけど
下の名前漢字で書けなくて。そう、え、でも絵からそこまで行ったのは成長だって。そうだから嫌になって漢字じゃなくてひらがなって直しときました。へえ、いいね。それは17気分やりたいもん。自分は旗って入れたら畠山のぞみって出るようにしてる。洗濯式ならね。あ、でも私それやらなくはないわ。いや、なんかもうわかんないならわかんないなりにもうなんかやってみようと思って鉛筆立てて、じゃあこっちがこっち、こっちがこっち、あ、こっちだってなって。あの、もう最終手段を使ってた。それで絶対違うなって回答だったら違うの選ぶけど、そう、やらなくはなかった。無料ギフト10連でもポイントアップすると思います。 SMS 認証しないとポイントにならないみたいなので、ぜひしてくださると嬉しいです。ちょっと手間がかかるんですけど、仕事中だけど星投げはしとくね。ありがとう。次の総理大臣の名前を書け。知らんわ。なんもそれ正解わかるのいつよ。のんちゃんの望みが一番可愛い望みか。わかんない。結局あれだよ、もうあのね、そうやって見てくださってるからそう思うんだよ。この枠は50何分だっけ。50分までです。明日はちゃんとボケる。え、もうやだ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 、嫌です。なんだっけ、リンカーンだっけ。いや、リンカーンは違う。リンカーンってなんだっけ。なんかで聞いた。ワシントンだった。え、じゃあリンカーンは何。私なんでリンカーンが出てきたの。リンカーン大統領はどこだ。あ、でも大統領ではあった。大統領ではあった。あ、車？嘘じゃないけど違う情報？埼玉県の県庁所在地は埼玉市です。それはわかる。なんか友達に埼玉のさはひらがな、埼玉はひらがなで、さはあの三角じゃなくてあのここくっつけるんだよって、すごいなんか熱弁された記憶がある。そう、なんか紙ないかな、紙が欲しいな、ティッシュでいいや。こうらしい。カンニングしたんじゃない、言ってから調べた。テクテクさん、バラありがとうございます。
と次は18時10分からです。え、何？あ、そう、なん、あ、そう、あ、あれ、どこや、そう、埼玉の沢、これなんだよって、なんかすごい熱弁されて、そう、面白かった。そう、今思えばなんであんな必死に熱弁されてたんだろうって思って、そう思った。まあね、今常識テストをしたところで明日ボロボロなのはもう分かっているので、もうしません。ティッシュじわる、畳んでる。ソララみたいに知らんがなと言いましょう。それはソララだからいいんですよ。さいたま市はなんでひらがなでしょうか。それまでは聞いてなかった。漢字が嫌いだからみたいなふざけた回答は聞いたことある。そう、東京23区はさすがに難しいか。そう、それが出ると思って私昨日じゃないわ、いつだっけ、いつかの電車乗ってる時に、ここはこうこうこうで、ここはこうこうこうでって考えてた。なんか出てきそうじゃない？そう、なんか出てきそうだなってちょっと思った。ね、でも23も言えなかった。うん、新しい句を作っちゃいそう。山手線の駅名とか無理かな。え、どういうこと？あ、全部言えるかみたいな。回ってるあれ、何駅分だこれ、全部言えるかみたいな。うーん、あ、でも言うて言えないかも。ちなみに八王子は違うからね。とりあえず行ってみる。池袋、秋葉原、秋葉原、東京、新橋、駒込、あと待ってね、いや、まだある。いや、私全部乗らないもん。あとなんだっけ、なんかあった？じゃ、なんか言いたいの。え、ね、新大久保だっけ、大久保だっけ、どっちだっけ、山の手が通ってるのは。通ってるよね、新大久保な気がする。あと渋谷、あとなんだろう、もう何のお勉強してんだろう私。順番に言わないと。え、なんでそんな鬼畜な内容にするの。あとなんだろう、新幹線の駅、あとなんだ、有楽町。有楽町、高輪ゲートへ。それ私一回乗り過ごした場所だ。
回乗り過ごしましたありましたね。あと上野あとなんだろう、グイスダニって通ってる、御徒町、あとなんだ乃木坂は千代田線、東京メトロです。え、たかん、なんだっけ隣、田町え、知らな分かんない。そうじゃん。あ、田町で合ってる？あ、目白もあるのか。え、逆？わかんないんだけど。逆に。あ、待って、わかったけど名前が出てこない。あの、あれでしょ？あの、モノレールあるやつ。ないっけ、忘れたもう名前が出てこないで。品川じゃないじゃん、私が想像してんの。なんだ、あ、後で言います。13位つんちゃんありがとうございます。12位がまみたちゃんありがとうございます。11位がきょもちゃんありがとうございます。10位がやーのさんありがとうございます。あれ変わった、もう一回読もうか。13位つんちゃんありがとうございます。12位がまみたちゃんありがとうございます。11位がきょもちゃんありがとうございます。10位がやーのさんありがとうございます。9位がじわにさんありがとうございます。9位じゃない、8位がサクさんありがとうございます。7位が中地さんありがとうございます。6位が小賀健さんありがとうございます。5位がねるぷーさんありがとうございます。4位が愛知のいちごさんありがとうございます。3位がりりさんありがとうございます。2位がマシンガンさんありがとうございます。そして1位が斉藤もげたさんありがとうございます。というわけで一旦終わりたいと思います。バイバーイ。そう、明日の常識テストのお勉強会が始まっちゃったバイバーイ。次は18時10分からやります。バイバーイ。